すごい。ジョエル、ここで映画見たら喜んだだろうな。なんか不気味。あれって、それっぽくなってきたな。なあ、下手すぎ。いや、指にタコができればうまくなるさ。そっか。じゃあ行くか。着いたの？ああ。やったね。じゃあ当ててみせる。お楽しみにしておかなくていいのか？そうだな。恐竜？内緒だって言ったろ、諦めろ。あっそ、それじゃあ、象とか？だったら、オープンか？もう諦めろ。じゃあ、ワンコ？ニャンコだったりして。子猫か？ニャンコ。喋ってないで、先に進むぞ。気をつけろよ。平気。おっと。何考えてんの？お前すごい顔してるぞ。溺れるでしょ？溺れやしないよ。もっと自信持ったらどうだ？はいはい、笑ってれば。今のうちね。こっちだぞ。マジムカつく。泳ぎ上手くなったらいいか、がむしゃらに腕を動かすんじゃなくて、腕全体で水をかくでしょ。分かってます。覚えてたようで何より。エリ、ほら見てみろ。ほら、どこ？あそこを見ろ。本当だ。ね、ねえ、あれって、おい、おどんな気分？すっきりしたね。落っことされるのって嫌な気分でしょ。まあ、どっちみちここを泳いでくつもりだったしな。仕返しされてムカついてんの？ああ、すっごくムカついてるね。行くぞ。もう。この下潜ってくぞ。
ほら、息吸って。うん、楽勝。ひょっとして、新しいスニーカー？もう十分持ってるだろう。足りない。ほら。なあ、もういい。当てるのやめ。そりゃ結構。ね、今の嘘、もしかしてコミックコレクションとか？あ、待った。DVD コレクション？そうだ。マジ？どの？それは秘密だ。レーザーディスクとか流行ってたんでしょ？ジョエル、ちょっとこれって。ついたぞ。嘘、やっば、恐竜じゃん。ああ、そうだ。ジョエル！驚いたか？信じらんない。本当に恐竜だった。ワイオミング自然史博物館か。どうやって見つけたの？ああ、マリアが教えてくれた。お前が気に入ると思ってな。気に入った。何これ？本だ。恐竜の本だよ。そうか。ノリ悪。トリケラトプスの意味は三本角の顔だって。そいつにぶっ刺されたら一巻の終わりだな。ディメトロドンは頂点捕食者だったって。頂点捕食者？ぶっちぎり最強の捕食者ってこと。ふん、にしては小さいな。それ私のこと？博物館よく行ったの？サラが大好きだな。テキサス中の博物館や美術館に連れて行かれたよ。ここのこと知ってたの？気に入らなかったか？なら帰ってもいいんだぞ。まさか。ねえジョエル、惑星の名前言える？水金地下木ドッテン解明だろ。あのさ、突然どうしちゃったの？水は水星、金は金星、地は地球。ああ、そうか。なるほど。それいいね。